T と S 市にあるとある男子学園。8月も半ばに入った真夏の夜に事件は起きた。やめろ、こっちに来るんじゃない。無情にも助けを呼ぶ声は稲光の中に溶けて消えた。そして男子生徒の前に現れたのは、アーは人狼に噛みつかれるといった意味合いの隠語です。脱出人狼学園。おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日はこの脱出人狼学園というゲームを実況していきたいと思います。始まりがマジで意味わからんかったね。もう一応さ、米印でも書いてあったけど、さっきのあーっていう声は人狼に噛みつかれたっていう時の隠語らしいです。なのでたびたび出てくるかと思いますが、なんかそういうあれなやつじゃないんで、そこはよろしくお願いします。ということで早速始めていきましょう。タッチトゥースタート。すごいな、なんかこの部屋今新居なんですけど、めちゃめちゃなんか反響するね。物がないからかな。あなたの名前を入力してどうぞ。はい。たかし。あ、たかしっていうのがデフォルトの名前なのね。そうだな。男なんだよね、多分たかしだから。ちょっと考えますね。パンティーとかどうですかね。ふざけすぎかな。ちょっとさ、キャラクターが私の名前を呼んでくれるんだったらふざけたいなって思って。ダメかな。ちょっとこれでやっていきたいなと思うんですけど。まあ、誰も止める人がいないので、ちょっと OK でやっちゃいますね。OK。Now loading。いや、ちょっとふざけすぎたかもしれん。ちょっと後悔してる。大丈夫かな。ローディング長いな、割と。頑張れー。めっちゃローディングするじゃん。あー、びっくりした。第1夜。男子寮に迫り来る人狼の恐怖。ほう。男子寮か。やっぱ男でよかったんだね。じゃあパンティーくんだね。パンティーくんってなんだ。これもしかしてちょっと音量大きい。こんくらいかな。ずいぶん、おお。1日目、除夜。寮生が人狼にあーされた事件で、寮内の話題は持ちきりだった。おい、レンジ、あいつはどうなったんだ。杉山。ほう、めっちゃヤンキーみたいな顔面と髪型してるね。あいつは辞めるそうだよ。レンジ、これはまた正反対みたいな感じの男性ですね。もう2人ともイケメンだね。突然絵のクオリティが落ちたんですけど、それは。されたのがそんなにショックだったのか。山田くんね。俺だってああされたら立ち直れないぜ。上島。まあでもメガネだけど割と活発そうな男の子だね。おい、この中にまだあいつを襲った人狼がいるんじゃないのか。人狼はまだ捕まっていない。つまりこの男子寮の中に人狼はまだ潜んでいるのだ。誰が人狼なんだよ。この中にいるんだろ。やめろよ杉山、今みんなを疑ってもしょうがないだろ。そうだよ。あー、こういうゲームか。そうか、野獣さん。うん、まあ野獣先輩かな。野獣先輩出てくるんだね、これね。そうか、わかった。だがこの中に人狼がいるのは確定的に明らか。内藤くん、目の下にクマがあるので結構引きこもりっぽいね。一体どうすればいいんだ。誰が人狼ともわからない中、
男子たちは話し合い、対策を考えた。互いに疑心暗鬼となり、もはや疑わしいものを投票で寮から追放していくしか、生き残る道はなかった。変換に悪意があるんですけど。疑わしきを罰していく残酷なルール、男子たちの長い夜の悪夢、人狼ゲームは今、始まった。よし、じゃあいいか。今、俺たちの中に人狼がいるのは間違いない。だが、誰が人狼なのか、お互いにわからない状態だ。なんであなたなの？ここにパンティーって書いてて欲しかったんだけど。だから、昨日決めた通り、投票で一番多く票が集まった男子には、この寮から去ってもらう。全員に人狼だって疑われたらおしまいってことか。投票は一日一回だ。話し合いで疑わしいと思ったやつに投票してくれ。この寮に住んでいる人狼は一人だけだが、投票を慎重に行わなければ、俺たちは人狼に勝てない。人狼も毎晩一人、無差別に誰かを、ああしてしまうからだ。人狼を全員追い出せれば、俺たちの勝利だが、人狼の人数が俺たち以上になっちまったら、人狼の好き放題になっちまうからな。どうしてこんなことになっちまったんだ。そうだ、パンティ。突然のパンティやめてくんないかな。そうだ、パンティ。お前と俺はカップルだよな。付き合いが長い俺たちならお互い安全だってみんなに証明できるはずだ。ん？カップル？男じゃないの私。あ、でも男子寮。つまり、パンティ君と山田君は、ボーイズラブってことで合ってます？あ、マジか、こういうゲームなんだ。知らなかった。ちょっと。あー、まあ、いっか。面白いし。ちょっと聞いてくれ、みんな。どうした、山田。この中には小さい時からのカップルが一人いる。カミングアウト。あー、恋人 CEO ってこと？うん。山田に対し、パンティはカップルであると名乗り出た。あ、なるほど。二人ともカミングアウトしたってことね。お前たち、カップルだったのか。やっぱ好きなんすね。ちょくちょく出てくんのやめてほしいな、野獣さん。だからそれがどうしたって言うんだ。子供の頃からお互いを知っているから、俺はパンティが安全だってことを知ってる。もちろんパンティも俺が安全だってことを知ってる。なるほど。お前たちは互いに人狼のような凶暴なやつではない、安全なやつだと証明できるわけだな。それならパンティと山田は二人とも人狼ではないだろう。みんなに言っておきたいことがある。どうした、ナイト。俺実はハッカーなんだ。黙っててさせん。なんだよ、オタク野郎。お前がハッカーだったら何だってんだ。つまり、PC のハードディスクの中身を調べれば、そいつが人狼かどうか、わかる。あ、占い師の役割をするってことかな、ハッカーは。はぁ？ PC なんて誰でも持ってるだろうが。そうか。あいつが、された現場には、デジカメが落ちていた。つまり、PC 内の犯行現場のお宝画像で、そいつが人狼かどうかわかる、ということか。その通り。それで昨日の夜、早速調べてみたんだ。野獣の PC を。そしたら、野獣は学生だったんですが、それは。俺が学生だなんて、当たり前だよな。ちょっと待った。誰だ？あ、上島くん。本当は俺がハッカーなんだよ。野獣の PC を見たら人狼だったぞ。残念だったな。人狼じゃないのに、やめたくなりますよ。この男子寮にハッカーが二人？そんなことがあり得るのか。つまり、どっちか嘘をついてやがるってことか。何のためにそんな嘘をつくんだ？
俺たちをかく乱するためじゃないのか。これなんて読むの？かく乱で合ってる？ん？合ってる？つまりどっちかが人狼かもしれない。ハッカーを放置すれば人狼だとバレた時に逃げ場がなくなるからな。もしくは学生でも人狼でもない狂人の可能性がある。狂人もちゃんといるんだね。学生が市民ってことかな。狂人？つまり無理やりあーはしないが人狼に協力しているやつか。ああ、その場合パソコンの中身は俺たちと何ら変わらないだろう。しかし狂人もまた人狼の仲間だ。追放しなくてもあーはされないが、誰が狂人か嘘を見極めないとな。とりあえずみんなで決めたことだ。みんな人狼だと思うやつに投票してくれ。怪しい人に投票しよう。はあ、投票ログはまだ見れないのね。で、これは特に触れるわけじゃない。はてな。他人が何かわからない。ああ、まあそうそうそう。こっちはオプションね。あ、オッケーオッケー。投票。これ、私が入れた人になるのかな？どうなんだろう。てか、まずね、ちょっと動画衛星的にこの野獣さんをね、ちょっと処分しておきたいんですわ。投票するか。あー、くその、なんで山田なの？なんで山田なの？嘘じゃん。あ、仮投票か。よかったー。なんで山田くんが3票も入ってんの？投票先？ん？野獣。なんで？ひどいよ。僕と恋人だよ。お前ら、俺が本当に人狼だって思ってるのか。落ち着け山田。これはまだ仮投票だ。この結果を踏まえてもう一度話し合う。そう決めただろ。ああ、その約束だったな。山田は野獣に投票したのか。ああ、怪しいとしたら野獣だろ。ちょっと音量でかくね、やっぱり。こんくらいか？いいかな。野獣か。みんな俺を信じて野獣に投票してくれないか。ファ？はあ？いきなり何言ってやがるんだ。本当のハッカーがはっきりするまで野獣が人狼かどうかは分からねえはずだろ。寮に潜んでいる人狼は一人だけだ。そして狂人は誰が人狼か知らない。つまりカップルと名乗り出たパンティーと山田は こういういい顔をしているさ、レンジさんがさ、そうパンティーっていうのめちゃめちゃ面白いよね。つまりカップルと名乗り出たパンティーと山田は少なくとも人狼ではないということだ。いや、なんかそういう風になってるとさ、山田くんがなんか人狼な気がしてならないんだけど。じゃあ今投票で選ぶ相手は野獣しかいないってことだな。だが野獣が人狼じゃなかった場合はどうなるんだよ。明日も犠牲者が出るだろうな。だがそうならそうではっきりすることもある。うん、上島くんが偽物のハッカーってことでしょ。そしたら狂人か人狼ってことだから、その上島くんを追放すればいいんじゃないのって思うけど、どうなんだろうね。票入れんなよ、票入れんなよいや、票入れんなよって私最初から入れてるから。私は動画衛星的なことを考えて野獣さんに入れるから。6票野獣さんだけレンジさんに入れたんだね。オッケーオッケー。ぬわー、疲れたもん。もうやめてくれよ。湧いちゃうじゃん。やめてよマジで。そして夜が訪れた。あー、ダメだったか。いや、まあそうだよね。あー、山田くーん。ごめん、一瞬でも疑っちゃって。私の恋人が、そんなバカな。
山田くん。翌朝、山田が無残な姿で発見された。こんなところで、されるなんて。二日目。パンティには何も言わず、山田は寮から去った。は、彼に心に深い傷を残したのだろう。そうか。くそ。また、された犠牲者が。これ以上、犠牲者を出さないためにも、投票は続けなければならないだろう。内藤のパソコンを見たら人狼だったぞ。残念だったな。上島は学生だったんですが、それは。野獣は学生だったってことだ。そうだな。そして被害は続いている。そして、これではっきりしたな。何がだ？いや、上島が偽物だってことでしょ。上島は狂人だ。なんだよ、俺のこと疑ってるのかよ。てか、二人人狼が出るのはおかしいんだって。狂人？人狼じゃなくてか。ああ、上島が人狼だと言った野獣は人狼ではなかった。だから上島は偽物だ。ああ、レンジさん頭いいじゃん。そして、上島が偽物だと分かった今、内藤が本物のハッカーであることは確実だ。つまり、その本物の内藤が上島を学生だと言ったということは、人狼ではなく、狂人ということになる。そんな。ってことはさ、杉山くんかレンジくんが、人狼ってことになるよね。そうだよね。だって内藤くんが本物のハッカーってことは分かったし、で、上島くんは、まあ、結局内藤さんに占われてる、違う。パソコン調べられてるから、狂人も確定している。そして私は人狼じゃないことも確定している。杉山くん、いや、レンジくん。なんか、こうやってさ、進行してる人って結構怪しかったりするよね。ちょっと、レンジくんに。あ、上島くんが処刑さ、あ、まだだった。仮投票だった。うん。オッケーオッケー。なるほど。いや、レンジくんでよくね？ダメ？俺は学生だって。本当だよ。学生、あれ？ハッカーって言ってたじゃん。今さら白々しいんだよ。他に話し合うことがないなら、本投票に入ろう。だって狂人だったら放置でよくね。あ、でもそっか、人数少なくなったら狂人も協力しちゃうから、狂人も、そっか、処刑しといた方がいいのか。あれ？でも上島くんが消えて、で、どっちかが消えたら、あ、次内藤くんがされるかな、もしかしたら。まあ、仕方ない。多分上島くんになるだろうから、上島くんに入れとくか。帰って野球するぜ。野球少年だったんだ、君。そして、夜が訪れた。ですよね。知ってたよ。で？おぉ、やっぱり内藤くんか。そうだよね。それ以外考えられんわ。翌朝、内藤が無残な姿で発見された。うはっ、オッケー。オッケー。ハッカーが、されちまうとは。ああ、だがこれで最後だな。残ったのは3人か。確かにこれが最後の投票になるな。ああ、そしてはっきりした。人狼はお前だな、杉山。なんだとてめえ。俺は自分が学生だということはよく知っている。そしてカップルがいるパンティーも人狼ではないだろう。つまり消去法で言えば、お前が人狼、ということだ。ふざけるな！今のを聞いてよくわかったぜ！お前こそ本物の人狼だろう！なるほど。お前は俺に投票するつもりだろうが、パンティはどうだろうな。騙されんのよ、パンティ！レンジが本物の人狼だぜ！パンティに語りかける男二人めちゃめちゃ面白い。でも私はね、レンジさんの方が怪しいと思うから、レンジさんに入れるよ。俺たちの投票相手は変わらない。
あとはお前が決めろ、パンティ。わかった。なんかこうすると、怖いな。いや、なんかね、杉山くんの方が私はね、顔がタイプだからね、レンジくんに入れるわ。レンジが寮から追放されました。終わりの時はいつでもあっけないものだな。そして夜が訪れた。待って。そして朝になった。やっぱりレンジが人狼だったのか。あいつ仕切るふりしてとんでもない野郎だぜ。お互いされずに済んだんだ。これからもよろしく頼むぜ、パンティ。脅威は去り、男子寮に平穏が訪れた。学生たちは人狼を追い出すことに成功したのだ。完全勝利、王者。学生が勝った、やったね。野獣さんと杉山くんが学生で、レンジくんが人狼、上島くん狂人で、私、まあパンティーと山田くんが恋人で、このデブの名前なんだっけ、山本、あれなんだっけあ、内藤くんがハッカーということですね。次の事件とかあんの？これで終わりじゃないの？なんか続くかもしれないので、とりあえずじゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。なんか面白いね、このゲームね。普通にギャグ要素満載のゲームなので、次ももしあればやっていこうかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。おつぴよでーす。